どうもこんにちは。ということで今回は、ワールドワイドクラブチャレンジをやっていきたいと思います。最初はローマ戦です。アマチュアかな。まあアマチュアだったらね。お、しかもローマということはタミーがいますね。これは完全に相手チームにもタミーがいます。お、なんでフィルポこんな時に限って調子が悪いんだよ。さあ、ちょっとボランチがね、なんか調子悪いね。いやー、最近ちょっとボランチが調子悪いね。そしてこのタミー、そのタミーね、まあタミー、相手チームにもタミーがいるんですけど、まあ、タミーボールを持たせなければいい話ですから、ツートップ、ツートップですよ。さあ、さあ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 、いやー、アボンさん、あれバイエルンから移籍したのか、この選手、この選手ってなんか見たことある。ボールきつい、今の今のきつい、ね、まあアマチュアだからね、これアマチュアだから。いやー、なんだ今の、全然連携取れてない。 OK、 イエス。まあ、これがアマチュアなんだよね。取れちゃう。まあ本来スーパースターだったら絶対取れない。あぶな、甘い。どうしようか。というかまずアップデート。そうだ。もたもたしないや。タミー、イエス。いやタミーいいな。このセンターバック6番もね、なんだっけな、まだ持ってない。いやこのね、ワールドワイドクラブチャレンジは、まあ、GP ポイントと、まあ、なんとかポイントとかね、まあ、そういうゲームスポットで、次、いや、さあ、パボーン。え？そんなことある？これはちょっとなかなか難しい。ははは。パーボン。やらかす。いやー、びっくりした、今の。今のはびっくりだわ。マジでびっくりだわ。うわー、大丈夫か。いいっすねー。 OK、 フェキールのシュートね、すぐ落ちるんだよね。
これは関係ないけどさ、はい、あ、そうだそうだそうだ、あれだね、オーバメヤングがいつの間にか、なんだろう、オーバメヤングがいつの間にかバルセロナに、いつ、いや、記憶にないんだよね、いつバルセロナに行ったんだろうみたいな。おで、プラス、なんかね、デパイが、引きらしいけど、うわぁ。うわぁ、力んだ。完全に力んだ。ちょっと今ね、普通のシュートで行くか、コンカで行くか迷ったんだよね。いやぁ、迷いが生じてしまった。そして、最終的なコンカで行ったら、行ってしまいました。え？ファールはなかなか見れない。ファミリー、おっほっほ、膝、膝、膝入れる、出そう、よいしょ、取った、よいよ、足遅いな、プラント、おお、おお、うわあ、これはちょっとミスったな、完全に完全に、いやーちょっとミスったな。さあティーレマックスのリー、あー、いいところじゃん、あーきつい、おお、コーナーキック、誰かに当てるからね、あの辺に、ここら辺でも見切り、いい、うわマジ早すぎる、来た、いいところ、いやさあ、ドフリー、完全ドフリーだったな今の、いやいいね、まあスーパースターだったら絶対ありえないけどね、絶対貼り付けられてる今の、まあアマチュアだとこういうところも言えるんですよね、余裕で余裕で起きちゃうんで、もうアマチュアのこの試合でもなんだろうな、まあ自分の攻撃パターンを研究するっていう意味ではいいかもしれない、やろうと思います、あまりね使えないこともある、アマチュアでは通じても全く通じないこともね、ある、いやこんなにもこのパス通っちゃうんだみたいな、本来だったら通らないようなパスが通ってしまうとかね、あったりするんで、あーいいさ、うわー、そっか右サイドバック変えたのかね、おめっちゃ早いね、やっぱね。
はキャミーがね絶妙なこっちのパスですからね。うまいなキャミー、やっぱりキャミーがいいよ。キャミーはやっぱり素晴らしいっす素晴らしいっす。いやさいいいいぞ。うわー最後のそのパス雑、もったいな。今のところ良かったんだけどね。来た、うおーパボン。いやー今のもね多分通じないんだろうかな。今の落としたとかもっちょん。なんか微妙な感じがする。まあ、キーパーもワンチャン止めれてたよな。さあそろそろメンツかない。おー痛い。いやよし。うわうわケイプラントいやー止められたー。マジで、コース甘かったな今。マジ今の止められる。うわーめちゃくちゃ甘かったな。甘かったか。さあ、メンバーロスさん、ロスさんもパボンは82、レビッチは79、あーまあ387。じゃあこれでしかないね。サノフさん入れます。頼むよ。いいところ。うおー結果うっそー、今めちゃくちゃいいボールだったけどな。うぅ外しちゃったよ。さあ、ね、サイドに振ってでシュートね、そういうパターンを見つけたらな。クロスからのシュート今みたいなパスミスもスーパースターじゃしないからね。いやーいけるな今の顔は。よいしょ。いやーやばい。よいしょ。ナイスリュウリが。
レッジ。いやさあ、ラサナ。仕方的にはちょっとスーパースターには通じなさそう。シュート最後のフィニッシュに関しては多分ポストに当たって入るぐらいだから、まあ多分入る。それでは最後ね、ハイライトを見て終わりたいと思います。はい、まだですね、チャンネル登録されてない方いましたら、ぜひぜひチャンネル登録と、この動画がいいなと思ったら評価の方もよろしくお願いします。やっぱりタミンは無難にいいです。使いやすい。そしてこのレビッチもね、おすすめ選手の一人ですよ。はい、ドリブルがうまいし、レビッチに関しようかな。やっぱタミーの強みって身長プラス、アクロバティックで、トリッカーなところですかね。トリックスターみたいなところがあるんで。身長高いのにトリックスターってなるかもしれないですけど、まあそれが可能なんですね。ルカクのタイプとはまた違う感じだから、まあフィジカルが特別強いかって問われると、そういうわけでもないな。まあその分、トリック、まあ、テクニックっていう面においては、まあルカクより若干、まあでもルカクもね、重戦車にしてはテクニックがあるから。はい、ではチャンネル登録よろしくお願いします。バイ。